はい、え沢ミサの、なるほど、株大学本日も始めていきます。今、撮影しているのがです、ね、4月の19日、16時15分ですね。えー、ちょうど、ご、う、番、ん、が終わった後に撮影をしております。 このチャンネルはですね、株式投資で勝率を上げていく考え方やチャートを読めとく方をお伝えするテクニカル専門のチャンネルとなっております。日経平均のね、解説や個別銘柄を解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。で僕のやり方とは1日10分のトレード方法となっております。まあ、そのりで,ですね、えー、と詳しく、えー、説明している計4回の講座が概要欄にございますので、ぜひご、えー、登録していただければと思います。はい、ということでですね、まあ、本日は、えー、と日経平均のお話とで、今ちょっと世間を騒がしているちょっと吉野家に関してですね、ちょっとあの考察とあのチャートを読み解いていければという ようなところです、す日経平均に関してからまず行くと、まあ、ちょっと難しい相場になってきちゃったんですよね。で、何が難しいかというと、もともとここから、まあ、なんだろう、ま前、ねうねあ,まあ前回高値、前回高値上がって、えーまあ、下がっていって、20日線に揉まれてこう上昇していくっていう NG になってくれると、すごいシンプルでやりやすかったんですけれども、まあ、ここから要するにあの20日線の下に来てしまって、まああのまあ、この辺あのち長期 な長期の移動平均線とかもちょっと密集している部分だったりするので、まあ、少しやりづらい相場になってきちゃったんですよ。で、で、そうなるとどうなるかっていうと、まあ、ここからまず展開が起きるとしては、まずこれ揉む段階ですよね。まあ、一番はこうやって揉んでいくことがすごい。 ないかなとなとんで、20日線がまあこんな感じであって、まあこ、こんな感じで、ねまあ、行ったり来たりするみたいな感じのが、ちょっと展開としては一番起きそうなのかなと思いながら、まあ、これがね、あのシンプルにあの下落だったらまたね、下落になっていくだろうし、まあ、20日線の,えあの上を越えていってくれるんだったら、再上昇っていうのはあるかもしれないんですけれども。 まあ今んところちょっと何とも言えないよみたいな感じで、なのでこういう状況っていうのはトレードそんなに真剣に、まあ、真剣にっていうかその、まあガツガツトレードしなくてもいいよねっていう時期なのかなというような感じです。で、個別名からこうやってもうあの結構見たんですけれども、結局じゃあ今その買いなのか売りなのかっていうのが、うんと、まあ何とも言えないんですよね。例えばじゃあ5日線が右上を向いています。ったら陰線です。20日線の下にあります。で、20日線の下にあって、どっちかって言ったら相場は強くないですみたいな感じなので、でまあどっちでも行く可能性はあると。で、株式なんて正直その、まあ 買って、その、上がるか下がるしかないんで、まあ、勝率ってね、あの、シンプルな確率で50%なんですけれども、そこからはどうしても上げていくってなった時に、んと、まあ、まあ、どっちに行き、どっちかに行ってほしいなっていうね、あの、感じの相場の方がやっぱりやりやすいので、今のところはちょっとなんとも言えないと。まあ、なんで結論だその時に、まあ、ポチ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 ボタンを押すんじゃなくて、まあ、やりやすいところで、ね、戦えばいいんじゃないのっていうようなお話です。なので、まあ、僕も当分は、まあ、ゴールデンウィーク今度入っていってしまう気はするので、まあ、なので、まあ、それまではちょっと一旦お休みっていう感じで、まあ、 5月末から、5月の中頃かな、またトレードできればいいかなと思っています。はい、ということでですね、まあ、本日は日経平均の話と、今世間をですね、ちょっと騒がしている、ちゃんと、じゃあこれね、持っていきましょう。はい、えーと、吉野家って今検索するとですね、すごいニュースが流れているわけです。まあ、俗に言う不適切発言ってやつですよね。で、まあ別に僕はその発言がうんぬんっていうところよりも、あくまでチャートを見ていく人間なので、じゃあこのチャートって、じゃあどういうふうに動いてるのって、あの、よく皆さん思うと思うんですけれども、そのチャート分析を、じゃあしましたとでして、 で、まあ、続入なんかいろんなニュースとかね、ファンダメンタルとか、まあ、センチメンタルとかいろんなね、あの要因があって、で、それでももちろん動くよねっていう話なんですけれども、じゃあ、この吉永というチャートが一体,一体どうなってたかっていうのを少しね、あの、話していこうかなと思います。え、ニュースになったのが実際昨日、まあ、昨日か一昨日ぐらいだったと思うんですよね。まあ、9861が吉永の番号なんで、ちょっとこれを紐といていきます。で、まあ、要は、あの、まあ、皆さんニュースでね、知っていると思うんですけれども、まあ、要はなんか、学生の前で、まあ,あ、明らさまに、まあ、それは 不適切でししょって発言をジョブがしましたというような感じで、まあね、まあ上場企業のジョブなんで、まあ発言は気をつけていただければというところなんですけれども、まあそれがじゃあ発言していきどうなってきたかっていうので、まあ実際見ていこうと思います。じゃんと。で、えっ、ー、と、昨日の時点で、まあ今日もすごいですよね。まあ上髭とあれしていて。で、えっ、ー、と、昨日の時点ですごい、あの、なんかわけわかんないね、あの、あの上、 上、なんか上にね、すごいバーって引いて、そこから下がっていきましたみたいな感じなんですけれども、まあ結果、まあ下がっているっていう形にはなっています。で、じゃあこの、じゃあチャート分析で何が、 何が見える、見えてくるかっていうのを少し、えっ、ー、と、見ていければと思うんですけれども、まず、えっ、ー、と、まあ、ぜ、まあ、発言する前でって、まあ、多分ね、こんな感じのチャートだったんですよ。で、このチャートだけでも少しわかるのが、まずは前回高値にちょうどこれ、並んでる部分なんですよね。こんな感じで前回高値に並んでる部分ですと。で、 あの、仮に、じゃあこの辺で買いを仕込んで、まあどこでもいいです。まあどっか、どっかで買いを仕込んでいたら、まあ前回高値に並んだんで、一旦ここはリグイしとこうぜっていう部分場面になるわけなんですよ。で、もしこれが、要はその、あれですね、前回高値を超えていくようだったら、まあ予で超えていくようだったら、まあ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 、あの、買い仕込んでもいいかなって感じなんですけれども、別にそういうわけではないと。まあなので、今前回高値にちょうど並びました、並んでしまいましたって感じで、まあここはリグイポイントだよねと。まあ、あの、逆倍の戦略の人だったら、ここでね、もしかしたら売り出 いるかもしれないですけど僕は一応そういう手法じゃないのであれです。で、じゃあこのまんまじゃああの、まあ、ニュースが出ましたって感じで、まあ、こうなりましたと、まあここでね、リグイのタイあこっちで利食グイのタイミングでも、まあ、実際ね、全開高値になって、まあ上髭げ院選だから、まあィグイのタイミングっていう感じもいいだろうしっていう感じの今です。で、何が言いたいかっていうと、ここで売り押し込めるかどうかは分からないけれども、ちょっとまあ僕のノウハウちょっとね、あのここで売り押し込むっていうのはまあまあそんなしないんですけれども、あとまあじゃあ 結論から言うと、じゃあ、なんか、まあ、持ってたものを、じゃあ、ここまで保有しとっかって言ったら、まあ、保有はしないよねっていうお話。で、要は、前回高値にこうやって並んだところで、まあ、要は、一旦デグイ、まあ、要は、お金に変えるっていう動作をしましょうねっていうことを、まあ、YouTube の散々お伝えはしておるので、まあ、要するに、うんと、まあ、要は、持ってたとしても、ここってデグイポイントなんだよねと。で、結果、まあ、下がってると、まあ、チャートだけ見ると、まあ、あからさまに、ね、ちょっとおかしな挙動をしてるけれども、とこういうふうにね、全体を俯瞰してみると、まあ、ここって、まあ、この辺で買いに持ってたとしても、ここはデグイポイント、別には売りは、 でなないいかももしれないけれけど前回高値にれ弾かれてるから、まあ下,がまあ、下がるよね、下がりやすいよね、みたいな感じではチャートでは見えるかなというような感じです。まあ、なので、まあ、そういうことをなんかトータル的にいろいろ考えていくと、まあ、正直、チャート分析だ,、まあ、だけでも、なん,だろうなんとなく からじゃあ、ここで上がっていくっていう見方っていうのはなかなかしないわけですよ、どうしよう。だってこの時点で前回高値にちょっと並んでる部分で、じゃあ前回高値に並んだからじゃあこれ買い入れましょう、みたいな感じではどうしてもノーマル的にはならないので、なので、まあ、これ買い押し込むことはないよね。売りは、まあ売り押し込むのは、まあちょっとね、あの、一部の上級者だっているとは思うんですけれども、まあ、少なくともここから買い押し込んでいくことはまあないということが、まあ分かっていければ、まあチャート分析だけでも、あなるほど、ここで買い押し込むことはないんだ。じゃあ、ここからま買いにニュースがね、パッて出ても別にこの、ね、ここのバっていう差が、 下げはは別になんか被害な、ねまあ、ないとかまこういうふうにですね、まあ、たまたま今回は吉野家という、あの、まあ、銘柄を扱っていったわけなんですけれども、意外にニュースに出ている銘柄ってこういうふうになっていることが多いです。なので、ちゃんと外よく見てみると、あれなんか下げる傾向にあったよねとか、こうやってディのタイミングだったよね。だからまあ、別にこういうふうにならないよね、みたいなことの方が9割ぐらい。 まあ、ほほんと8割9割ぐらいこんな風に感じになっているので、まあ、なので、ぜひですね、なんかニュースとかあった時とかもチャートを見ていただけると、あ、ここ出し込まないよね、みたいなことがやっぱすごい多いんですよ。なかぜひですね、ちょっと今回はニュースがあったので参考にしていただければと思います。ということで、本日は動画はここまでになります。良、まあ、かったなと思ったらチャンネル、高評高評価ボタンぜよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。最後までご覧いただき、ありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。 LINE アット、Twitter、Instagram のフォローもお願いしますそれではまたお会いしましょう